ある日世界はファンタジー世界の住人アジンの住む異世界とつながった。俺小林弘樹は政府機関に勤める朝子姉に頼まれてこの異世界からやってきたエルフたちの面倒を見ることになった。教師として。エルフたちはあくまで生徒、彼女たちに手を出してはいけない。しかし今まで人間の恋人一人すらいなくて、もともとファンタジー好きだった俺にとってエルフは憧れの存在だった。いろいろな偶然が重なって俺は一人の少女ララノア・オリハ・アレグラス・エルゼミアと恋仲になったのだった。この関係は絶対にバレてはいけないのだ。危なかった。車を降りてすぐに他の生徒たちと鉢合わせた。今後送ってもらうときはもう少し寮から離れた場所で降りるようにした方がいいかもしれない。わかった、今後はそうしよう。危なかっただろ、教室でするのはもうダメだ。あーびっくりした。出かけに仕事押し付けないでっての。ごめんね、用事頼まれそうだったから逃げてきちゃった。いけないいけない、顔見たら気が緩んじゃった。さて、なんで呼ばれたかわかってる？やだ、そんな泣きそうな顔してかわいすぎるんだけど、どうしよう。10時5分、11時17分、13時42分、14時32分。何してたの？戸惑ってる。あーどうしよう、困った顔見てるとなんかやばいかも。寝てたでしょ。頑張るって言ったよね、二人のために勉強もっと頑張るって。嬉しかったな。他の先生に聞いたよ、最近成績が下降気味だって。こんなんじゃダメだよ、本当にこんなことが続くようじゃ本当。だから特別指導よ、ちゃんと勉強するように。え、今度の試験で見返すの？本当に？それじゃ結果で証明してもらおうかな。ただし態度でも示してほしいかな。授業中に居眠りなんて、私の彼氏ならそういうことはしてほしくないかな。私ったらこんなのダメなのに、これ以上本当にあの子のためにも。けじめはちゃんとつけときなさい、傷は浅いうちにしといた方がいいわよ、何かあってからじゃ遅いんだから。分かってる分かってるもん、だけど あれもうこんなとこ。いつものこと、一緒に歩くことなんてできないもんね。そう、ここで別れて先生と生徒、これ以上はダメダメなんだから。年下に興味ないとか言ってたくせに案外コロッとなってたりして。ダメだよダメ、これ以上超えたらダメ。うちに来る？
まだ一緒にいたい。先生、ぼーっとしてるんなら帰っていい？ダメだよ、補習を受けないと単位上げられないよ。ねえ久我くん、本当に進学しないの？しない。本当にどうしたらいいのかな。あ、そうだ、お忙しい中お呼び立てしてすみません、総一郎さん。それで今日は掃除の進路のことですよね？あ、はい、実は。そんなことですか。僕に任せてください。あいつは案外単純なんですよ。ではよろしくお願いします。それにしてもあなたを弟に奪われるなんて悔しいな。え？なんてね。本当に考え直してくれたんだ。兄貴が大学でしっかり学んだ方が将来先生を幸せにできるとか言うから。案外単純ってこういうことか。ねえ先生、兄貴に会ったの？あったんだ。先生好きだよ。あれだけじゃ伝わらなかった。気持ちはすごく嬉しいよ。でも一時の感情で大事なことを決めてほしくない。一時の感情なんかじゃ。分かった、じゃあ本気を見せればいいのか。今度の期末で10番以内に入ったらちゃんと俺との婚約を考えてほしい。分かった。先生のクラスの子が最近真面目ですね。ええ、希望進路が決まって頑張ってるみたいで。でもどうしたんだろう、あれからずっと会ってない。学生らしい生活をしてるうちに私のことはもう気にしなくなったのかも。そうだよね、いい大学に入って素敵な彼女を見つけて、そっちの方が彼のためには。先生。あ、久我くん。どうしたの、ひどい顔色。先生、約束覚えてるよね？まさかちゃんと寝てないんじゃ。結果が出る日補習室で待ってるから。私バカだ、あんなに頑張ってる彼の気持ちを疑ってばかりで。私の方がよっぽど軽い気持ちだった。久我くんの成績だと10位以内に入るのはかなり厳しい。でもお願い。先生もう来てる。3位だった、すごいよ久我くん。1位取って驚かせたかったのに。でもこれで俺の婚約者になってくれる？すぐには返事できないけど、でもこれからはちゃんと考えるから。それでもいい？うん、ありがとう先生。あのさ、先に前払いでご褒美が欲しいんだけど。先生のことちゃんと抱きたい。その日私は父親と喧嘩して家を飛び出した。とにかく帰りたくなかった。長い夜を潰せる場所が欲しかった。親しい友達に連絡してみたけど誰からも望む答えは返ってこない。どこにも居場所がなかった私に友達の一人がある掲示板を教えてくれた。フレ？私と同じような悩みを抱える人に出会えたらどんなに心強いだろう。ううん、話を聞いてもらえるだけでもきっと楽になれる。私はすがるような気持ちでその掲示板に登録して、連絡があった男の人と待ち合わせをした。セントラル街の噴水前にいます。髪は腰くらいのストレート、緑ヶ丘学園の制服を着ています。やっぱりそんな簡単に会えるわけないのかな。倉橋、お前倉橋か？
白坂先生。何にしろこんな時間にこんな場所でうろうろして見過ごすわけにはいかないな。先生は詳しく事情を聞きたいと言って私を自分の家に連れてきてくれました。とりあえずそれで吹け。あの先生、結婚してらっしゃいましたよね。奥さんは実家に戻ってる。別居してもう半年だ。ごめんなさい。シャワー使うならそこだから。